次のエクササイズは、また骨盤を固定した状態で、次はさっきは股関節を曲げてきましたよね。次は股関節を上に上げる動作です。ファンクショナルトレーニングっていうのは、3D エクササイズって言って、いろんな面でいろんな動作を行うってことが大事です。特に人体の面っていうのは、四条面っていうこの体の前の動きですよね。あとは横の面ですよね。前額面、この動作ですよね。横の面。あとは水平にひねる、この水平面ですよね。固定した状態で、この3つの面のトレーニングをするのが大事です。じゃあ、行ってみましょう。お願いします。こうですね。はい、ありがとうございます。ゆっくり戻して。素晴らしいですね。もう一回見せてもらっていいですか。こうですね。お願いします。